眠れない夜の朗読。このチャンネルでは、僕が出会った好きな詩や、それまで読んだことがなかった古い童話、最近読んだ本の中で印象に残っている文章などを朗読して紹介しています。今回朗読したいのは、作家のフランツ・カフカの父への手紙の一節です。カフカは1883年に現在のチェコのプラハに生まれ、1924年に結核によって40歳で亡くなります。代表作としては、ある朝目が覚めたらベッドの上で毒虫になっているという不条理を描いた変身のほかに、城や訴訟、断食芸人などがあります。生前はほとんど無名で、作品の多くはカフカの死後に親友のマックス・ブロートの手によって出版され、世界的に評価されるようになります。カフカは心に深い不安を抱え、またその影響もあって体も不調を抱えながら生きていました。カフカの作品には、生きていることへの絶望や不安、孤独といったものがメタファーの形を取りながら描かれています。カフカの人間関係においては、特に父であるヘルマン・カフカとの関係が彼の精神性に生涯にわたる根深い影響を与えました。父親は力強い一家の大黒柱のような存在で、繊細で文学に向かった虚弱なカフカとは全く相入れませんでした。しかし、カフカは巨大な存在としての父親を恐れていたので、なかなか父親と真っ向から対立することもできず、その末に36歳の頃、父への長い長い手紙を書きます。その手紙では、自身への卑下も交えながら、なぜ自分が父を恐れ、またこれほどまでに傷ついてきたか、父への積年の不満や批判、また、自分たちの不和の問題の根底にあることとは何かということの分析とともに書いていきます。ただ、この父への手紙は、父に渡してほしいと母にお願いしたものの、母が渡さずに返したことで、とうとう父が読むことはありませんでした。カフカはその5年後に父より先に亡くなっています。それでは、この父への手紙から、人によってできないことがあるということを分かりやすく表現した一節を朗読したいと思います。例えば、ここに A と B の2人がいて、 A は階段を一気に5段上がっていくのに、 B は1段しか上がれません。しかし、 B にとってその1段は A の5段に相当するのです。 A はその5段だけでなく、さらに100段、1000段と着実に上がっていくでしょう。その間に通過した階段の一段一段は、彼にとっては大したことではありません。しかし、 B にとってその一段は、人生で最初の絶壁のような、全力を尽くしても登りきることができない階段です。乗り越えられないのはもちろん、そもそもとっつくことさえ不可能なのです。